こんにちは、小助です。今回は秋の北海道ドライブ旅、十勝に行ってきました。初めて行く然別湖の湖底線路に、士幌高原展望台、そして定番の内帯高原牧場で美味しい食事をしたドライブ旅。今回もパンちゃんと一緒に行ってきます。本日はこれから十勝ドライブ旅行ってこようと思います。今日行くのは前回紅葉ドライブの時にも行った然別湖と、あともう一つ十勝に僕が行ったことのない展望台があるので、そこに行きたいと思ってます。ちょっと展望台の名前忘れちゃったんで字幕に出しておきますが、然別湖に行って、そこに行って、そして何か食べて帰ってこようかなと思っております。然別湖は紅葉を見に行くわけじゃなく、なんか湖の湖底に続く線路があるらしいんですよね。で、雪が降ると見えなくなるので、雪が降る前のこの時期に行ってみたいなと、僕まだ見たことがないんですが、今回は行ってみたいなと思っております。というわけで今回十勝ドライブ旅、まずは然別湖に向かって高速に乗って行きましょう。いや、楽しみですね。今10月の中旬なんですが、だいたいこのぐらいの時期になると、この夕張のあたりが紅葉綺麗になるんですよね。ここ国道274号線なんですが、この先にすごい綺麗な場所があって、ただ車止める場所がないんで撮影はできないんですよ。すごい綺麗なんで、ここを紅葉の時期ドライブでぜひ走ってみてもらいたいですね。ちょっと車内から固定したまま撮れるかやってみましょうか。映せるかな、綺麗なところ。ここですよ、ここのここがすごい綺麗で、もうちょっと紅葉進むと多分もっと綺麗になるんですが、今度降りて撮れる機会があったら撮ってみたいなと思っています。この夕張のあたりもすごい紅葉が綺麗なルートですね。さあ、ここを登っていくと然別湖に到着します。あと10分ぐらいでしょうかね、10キロぐらいになります。この辺りは紅葉だいぶ終わりかけという感じではないでしょうか。多分標高の高いところだともう散ってしまっているでしょうね。この辺りはもう冬の始まりを感じるような景色になってますよね。白樺から葉がなくなって、いよいよ冬が始まりそうですね。ナビによるとこの辺を右なんですが、まもなく右方向です。え、どこ？あ、これだ、ほら、固定線路って書いてますよ。よし、行ってみよう。もう然別湖はすぐ目の前ですね。ここ登山道にもなってるみたいなんで、多分いっぱい車が止まってるんでしょうね。ルート案内を終了します。お疲れ様でした。よし、じゃあここに車を止めて見てみましょうか。ここが噂の湖底線路ですね。湖の中に線路が続いているところでございます。あの然別湖の遊覧船を冬場引き上げるときに使うものらしいです。なので、こう海の中に潜っていく線路ではございません。ほら、海底に続く線路ですね、湖底ですね。いやー、然別湖気持ちいいですよね。もう紅葉は終わりですね。
さあそれでは目的のこの固定線路見ることができたので、次の目的地に向かいましょうか。今いる場所はこの然別湖のちょっと手前のところなんですよね。でこの後なんですが、よいしょ、この士幌高原展望台、士幌高原展望台というところに行ってみたいなと思っております。場所はだいたい今の然別湖から30キロくらいですね。あの直線距離だと本当 2,3 キロだと思うんですが、ぐるっと回らなきゃいけないので30キロぐらい走っていきましょうか。じゃあ行きましょう。さあそれでは向かいましょう。この固定線路をインスタで有名らしく、妻から LINE が来て行ってみてって言われて写真いっぱい撮ってきました。そういえばこの前紅葉ドライブの時に最後立ち寄った扇ヶ原展望台がこの先にあるんですが、もしかすると十勝平野の紅葉が進んでるかもしれないですね。せっかくなんでちょっと立ち寄っていきましょうか。あ、ここだね、扇ヶ原展望台。じゃあ見ていきましょう。さあ前回緑、おお前回緑だった扇ヶ原展望台ですが、めちゃくちゃ紅葉で綺麗になってます。いや今が一番綺麗な時期じゃないでしょうかね。扇ヶ原展望台も紅葉の時期だとかなり綺麗ですね。なかなかおすすめではないかと思います。さあそれでは士幌高原展望台に行きましょうか。さあそれでは向かいましょうか。いやなかなか綺麗な景色だったように思います。ここ来るなら秋ですね。10月の中旬ぐらいがいいんじゃないでしょうか。で、士幌高原ヌプカの里という方に向かっていくんですよね。然別湖方面通り抜けできません。通り抜けできれば本当 2,3 キロの距離だったんですけど、ぐるっと回って行ってみましょう。で、ヌプカの里はここを右ですね。ナビ通りだとこの右斜め向こう側なんですよ。山を越えるのかな。あ、ここが多分士幌高原ヌプカの里ですね。わあ、めちゃくちゃ気持ちいい。で、展望台がどこかな。一応ナビによるとここを登った先が目的地になっていますが、多分もうこの辺だよね、目的地。あ、ここかな。あ、ここだね。まもなく目的地付近です。ちょっと通り過ぎちゃった。ルート案内を終了します。お疲れ様でした。ここから行けるかな。よいしょ。あ、ここから行けそうだね。ほら、ここめっちゃ綺麗ですよ。すごい。よし、じゃあここに車を止めて景色を見ましょうか。さあ到着しました、士幌高原展望台です。
すごい、めっちゃ綺麗だね、ここ。風がちょっと強いですが、ちょうどあっちの方は紅葉で木が色づいていて、すごく綺麗なんじゃないかなと思います。今時期も良かったですよね。ちょうど紅葉が進んでいる時で、目の前にある木が微妙に色づいてますもんね。めちゃくちゃ綺麗だと思います。気持ちいいね。さあ、それではお腹も空いたので行きましょうか。どこでご飯食べようかな。今日天気も良くて気持ちいいので、どうしよう、車に戻って考えましょうか。いやー、士幌高原めちゃくちゃ気持ちいいですね。さあ、この後ご飯食べに行きましょう。で、どこ行くかなんですが、ちょっといろいろ候補は考えてきたものの、今日せっかく天気もいいので内体高原牧場行こうかな。天気がいい時は内体が気持ちいいですよね。ということで、内体高原牧場に移動したいと思います。内体高原牧場も直線距離ならほんとすぐなんですけど、ぐるっと回らなきゃいけないので40キロありますね。お昼前には到着すると思います。じゃあ行きましょうか。さあ、それでは行きましょう。最後、今日最後、内体高原牧場に向かいたいと思います。お腹空きましたからね。いや、それにしてもこの士幌高原展望台気持ちよかったですね。今ちょうど10月中旬の紅葉の時期っていうのも良かったなと思います。ちょっと終わりかけですけどね。それでは内体高原牧場に移動しましょうか。ここを左に入ると、まもなく左方向です。内体テラスに行けます。いやー、ここ本当気持ちいいですよね。車で走ってるだけでも気持ちのいい道だと思います。内体テラスに行くだけでも楽しいですもんね。さあ、到着いたしました。内体高原牧場、内体テラスでございます。あ、でもそんな混んでないか。さあ、お腹も空いたので早速何か食べましょうか。さあ、到着しました。内体高原牧場でございます。いやー、気持ちいい。やっぱりこの辺りも少し木が色づいてますよね。いや、気持ちいいね。じゃあ先にご飯食べましょうか。さあ、買ってまいりました。内体高原牧場で内体バーガーと、これローストビーフ丼だっけな、でございます。バーガーからいきましょうか。パンちゃんはね、パンちゃんほら、パンちゃんも美味しそうなの持ってきてよ。国産ハーブ鶏を使ったささみチップス。パンちゃん、これ好きでしょ。はい、僕はこのバーガーをいただきましょうか。これがめちゃくちゃ美味しいんですよね。タルタルソースとバーベキューソースがあって、今回はバーベキューソース、あ、違う、タルタルソースを買ってきました。で、袋がついてくるので、この袋に入れて食べるんでしょうね。よいしょ。内体バーガーいただきたいと思います。これ内体和牛を使ったハンバーガーで、めちゃくちゃ美味しいんですよ。いただきます。
うまい。確かここ冬になると閉まるので、そろそろ終わりだと思うんですよね。食べ納めですね、今年は。で、これが、よいしょ。今回のメインディッシュでございます。僕初めて食べる、まあ、このハンバーガーはね、僕いつも食べるんですよね。で、このローストビーフ丼は初めてです。じゃあ、オープン！うわぁ！これは美味しそう。確かここのローストビーフってめちゃくちゃ美味しくて、こうローストビーフのサンドイッチ、ホットドッグみたいなの前食べた時にすんごい美味しかったんですよね。じゃあいただきましょうか。ご飯にサラダが乗ってますね。それじゃあいただきます。じゃあまずサラダからいきましょう。美味しそうだね。いただきます。うん、うまい。で、最強のローストビーフいただきましょうか。うん、おいしい。ちょっと高いけどね、でもおいしい。これローストビーフとご飯はめちゃくちゃ合うんですよ。でローストビーフとサラダも合うんですよね。ただサラダとご飯は合わないので、こっちの部分どうやって食べようかなっていう感じはします。これパンにサラダとローストビーフが確か挟まってるのもあったはずなんですが、それはね、やっぱサラダとパンは合うのですごく相性いいと思います。ご飯とサラダはあんまり合わないね。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。次回ローストビーフ食べたいときは、あのパンに挟まってる方にしようかな。いや、ご飯も美味しいけど、サラダとご飯はあんまり合わなかったかなという気がします。じゃあ最後、景色でも見て帰りましょうか。パンちゃんも一緒に行こうか。いやー、内帯高原牧場綺麗ですよね。こんな景色を眺めながら食事ができるこの場所は僕もかなりお気に入りの場所の一つでございます。ちょうど紅葉の時期なので、いい時期に来ることができたのかなという気がいたします。それでは今回はこの内帯高原牧場の景色を楽しみながら終わりにしたいと思います。僕はこの後ソフトクリームを食べてから帰りましょうかね。ここソフトクリームもめちゃくちゃ美味しいので食べて帰りたいと思います。これテラスの中からもこの景色見ることできますからね。それではまた次回をお楽しみに。いや、ほんと綺麗だね。